県内には現在県が設置した児童相談所が3カ所あり、宮崎市では新たに児童相談所を設置しようと検討を進めています。今日の宮崎市議会の一般質問で清山市長は、児童相談所を設置している金沢市や明石市、それに福岡市を視察した結果、宮崎市に設置するには多くの課題が残されていると説明しました。必要となる財源や専門人材の確保という課題もございますので、引き続きメリットと課題を整理しながら3月末までに設置の可否を判断してまいりたいと考えております。宮崎市は先月開かれた市議会特別委員会の中で、児童相談所の整備費としておよそ12億円を見込み、職員合わせて64人体制となる想定を示していました。